現れました。人食いオロチ、伝説の武神トラ殺し、幾多の異名を欲しいままにしてきた男、オロチトッポ。この方角より対戦者半馬雄次郎登場。奇襲、伝説の武神なんと不意打ちを仕掛けました。うわ、こっち来るぞ。まさに史上最強バトル。どう反撃するハンマー裕次郎、どう攻めるオロチドッポ。最高だ。ん？最高の夜だ。どうしたハンマ選手、全く構えずまるで散歩でもするようにってことぐらいとうに分かってるんだよ。だが下がりゃしねえ。俺の空手は胴体のネジを外してあんのよ。何が起こったのでしょう。我々の目にはハンマ選手が無防備に近寄っていったとしか見えませんでした。一切なく、故に打ち込む隙は皆無、敵は無謀な攻撃を強いられる。立った、オロチドッポ戦闘続行です。おお、意義も見せてくれるじゃねえか。王が王家の秘術一度は体験したかったからな。そこまで。さすがだオロチ。猛獣の連撃味わってみるがいい。ハンマ裕次郎圧倒的、刺し物一食いオロチもブロックが精一杯だ。面白い。なんとオロチ選手、連撃技を全てかわし、君が、それ。
いかに空手の歴史が古い。武道に伝わる完全なるフェイントに隠された必殺のもろ手抜きが今鬼の反射神経にオロチがまだやる気だ。完全骨折、右小指一、右前腕、それがどうしたってんだよ。恐るべしオロチの棒な、なんと立ち上がりました。行くな。まだやらせてくれるというのか、カルシャ。スピード、タイミング、破壊力ともに人知を超えている。